ブンブン、ハロー YouTube。 こんにちは、こっちゃんです。はい、こっちゃんと呼ぶのには慣れていただけましたかね。そして今日は私のメイクアップを皆さんに共有したいと思います。顔洗ってきました。ちょっと恥ずかしい。これからじゃあ早速お化粧していきたいと思います。はい、ということで、まずは下地から顔に塗っていきますが、下地、使ってる下地はこれです。ポール&ジョーモイスチュライティングファンデーションプライマー S02 です。暗い方、私結構肌ジグロっていうか結構黒めなんで、明るすぎない色でやってます。で、これ本当に自分流にやっちゃうとですね、こうやって私おでこに垂らすんですよ。あんまりないと思うんですけど、ここに乗せたところからこうやって顔全体に広げていきます。ポール&ジョーの下地を塗った状態がこれです、今で。今下地を顔に全体に塗った感じで、ここから若干そばかすがあったりするんで、そういうのを全部、コンシーラー、これはシャネルルブランスティックコンシーラー20番ベージュ、暗めです。どこかの海外のなんか楽しそうなお祭りの人みたいですね。ポイントはね、こうやって塗って、ここを直接ペンペンって塗ってはなくて、塗った周りのところからこうやって寄せていく感じで、私はいつもやります。指でいい感じじゃないでしょうか。スックのラディアントクリームコンシーラー、じゃじゃーん。これはカチカチって回すタイプでですね、こういう感じでこうカチカチってやると、この筆の先っちょに出てきます、コンシーラー。ルブランコンパクトラディアンス30番ベージュ。ルブランコンパクトはさっきのあのコンシーラーと同じラインのもので、もう顔の中心から外側にやる感じで、中心の方が濃く外側の方が薄くみたいな自分の中のイメージで化粧はします。で、多分こんな感じでいつもやってます。こんな感じです。これはあのチークなんです。レベージュ アーモニー4層5層ぐらいになってる色の、暗めのオレンジとかベージュとかダークブラウンのチークなんですが、一応でも私はこれをシェーディングとして使って、輪郭のところをはっきりさせたいと、こうやって若干優しく気持ち塗る、ちょっとこうおちょぼ口にさせた時に、こう引っ込むところラインにちょっと塗る。これで若干こうやって肌になじませる。じゃあお次はですね、眉毛を描きます。これ眉毛のスティック、アイブロウライナーシャネルです。で、眉毛描くのポイントは、私的ポイントはちょっと鏡から遠いところで描く。アイシャドウとかは近くてもう私は失敗しないんですけど、眉毛はちょっと近すぎると全体像が見えないので、こうすごい近くでやってすごい上手く描くって、こうやって見たらすごいバランスが変だったりとかするので、そして最後にここでこうやって後ろのブラシで気を整える。それで眉毛は完成です。使いたいと準備していきます。今日使いたいアイシャドウはこちら、レキャトルオンブルですね、306番です。これはわからない、もしかしたら限定なのかな、冬の。いや、そんなことないかも。新色だとは思います。これはあの、この何色なんだろう、この色がすごい綺麗なんで、これをちょっと塗ります。これだけ塗ります。むしろこんな感じでのせました。そして次、これはまた別の色です。204番、こんな感じの色味なんですけど、で今日はここのオレンジ色を目の下のラインにして、この薄い茶色を上のまぶたに薄くシワにのせるっていうのをちょっとやりたいと思います。はい、こんな感じです。こんな感じになりました。そして次はですね、アイライナー結構重要です。まずこちら、ラブライナーのペンシルブラック、ラブライナーのペンシルブラックです。
こんな感じになりました。これで終わり。そしてラブライナーのリキッド色はこれ802番。失敗してもこうやって指でぼかせばアイシャドウとかアイラインは大丈夫。跳ねさせたり猫目にしたりいろいろありますが、今日はちょっと 長めにやってみました。そして後世のビューラーですね、まつげのビューラーをやっていきます。わかりました。そしてこれはよくインスタでも質問が来て結構何回も答えてるんですけど、これはもうずっと愛用してる。これは本当ブレない。これお湯で落ちるマスカラです。これすごく簡単に入力できるので気に入ってます。あんまりつきすぎるとダマになったりまぶたにつくので要注意が必要です。こんな感じになりました。アイメイク完了しました。あとはチーク。チークは結構日によって違うんですけど、今日はなんかちょっとこれにしちゃいましたが、丸いジュコントラスト71番、こんな感じの色です。こんな感じです。そしてあとはリップ塗ったら完成します。ではこちらルージュジバンシーリップスティック326番。こんな感じのすごい濃い、わかるかな、ちょっと深い色してるんですけど、これこんな色にならないんですよ。こんな感じの色になります。はい、化粧完成。今日はオレンジっぽいブラウンでアイシャドウ、アイホール全体塗って、薄いブラウン塗ってちょっとグラデーションっぽくしました。でアイラインは長めに切って、若干垂れてちょっと跳ねるみたいな感じでやりました。まあ季節とかによってやっぱりリップの色とかチークの色とか、あのアイシャドウの色変えたりもしますし、あと気分によってはチークの位置とか、位置でだいぶ顔の印象変わるんで変えますね。あの今日のここは結構女の子らしいっていうか、ちょっと子供っぽいじゃないけど、ちょっとあの若さが出るチークだと思うんで、今日はこういう明るい色の服なんでって感じにしました。 TPO を考えて化粧も変えます。なのでそういうのもいろいろ発信できたらいいなって思います。はい、ということで今日のメイク動画はこんな感じです。あのもし参考になったり面白かったなって思った方はぜひ高評価ボタンを押してください。今後もたくさんいろいろ発信しますのでぜひチャンネル登録してね。ってことで今日はこれでちょっとドローンさせていただきます。ありがとうございます。バイバイ。